保持した胴上げを最終的には受け入れました、はい、デュアルビオラです。まず最初にマドリビックさん、スタジアムアナウンサーの方から、あなたは選手としても監督としても素晴らしい成績を残してくれました、ありがとう、バルセロナ、バルサはいつでもあなたの家です、というコメントが寄せられました。そしてルアル・ディオラ監督の言葉、かいつまんでお伝えします。皆さんこんばんは。4年間素晴らしい選手たちがスペクタクルなサッカーをやったこと、素晴らしい成績を出したことを本当に誇りに感じています。皆さんありがとう。私よりも選手たちみんなにグッドラック。まあ本当にね、そういう気持ちっていうんですかね、はい、だけどやっぱりその選手をねこう鼓舞したっていうのはバーゲル監督もやっぱり強い信念だと思うんですよね。本当に厳しくやってましたし、でもそれは選手ついてきましたからね。人としてこんなに幸せなシチュエーションあるでしょう、まあ、だけどねガルディオラ監督も、もうこれは終わりじゃないんでね、はい、一つの過程なんで、あそうです、はい、そうです、それでやはり新たな、はい、彼の姿を見たいですね。そうですね、はい、さらに高みへ登っていくための一旦の至福の時間です。再び戻ってきた時にガルディオラが何を私たちに、はい、